出かけてるの？今シカゴよ。明日帰ったら全て話すわ。JB、愛してる。ホワイト刑事の関係についてちょっと。よし、わかった。待ってください。そう、いっぺんに聞かないでくれ。一人ずつにしよう。ホワイト刑事の荷物から凶器のナイフが見つかったそうですね。ああ、そうだ。コカインもあったそうですが、それもホワイト刑事が。それは今調査中だ。麻薬の常習歴は？ない。アンジーさんとの関係は？それはわからない。こっちが教えてもらいたいくらいだ。ホワイト刑事が犯人なんですか？シカゴ市警はこの事件に関して、まだ何の見解も出してない。捜査はこれからだ。もういいだろう。じゃあな。ああ、でもホワイト刑事の。Thank you.
ドンパ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 ン。誰だ？ジェイビー・ハロルド刑事だ。待ってたぜ。俺はテッド・ロッセンだ。捜査は俺たちだけで？週に30件も事件があるとこだ。余分な人ではない。いや、どんな厄介な事件でもな。ところで、こいつに見覚えがあるだろ、あんた。発見された時持ってた拳銃だ。残り弾は4発、指紋はキャサリンのだけ。被害者の体から出てきた弾だ。弾痕は一致したか？二人一致したよ。あんたには悪いが、この事件は証拠が揃いすぎてるな。血のついたナイフ、コカイン、そして指紋のついた拳銃。他には？全くマスコミが喜びそうな事件だぜ。美貌の女刑事、女子高生、そしてコカイン。でも、ちょっと話ができすぎてる。だからおかしい。なぜそう思う？ただの勘だよ、勘。ところであんた、何しに来た？仲間の罪を暴き、世間に知らせるためか？いや、キャサリンを殺した犯人をこの手で挙げたいだけだ。あ、そう。ホテルはこの先だ。わかるだろ？ああ。じゃあ、明日8時に警察でな。じゃあ。おい、相棒！この近くにいい店がある。近づきの印に一杯どうだ？うん、いいよ。そうこなくちゃな。近くにアゲインって店がある。行こうぜ。事件の解決を祈って乾杯だ。ああ、飲むと疲れが吹っ飛ぶ。そうか。刑事になって何年になる？もうすぐ10年だ。おお。やめようと思ったことは？まだない。ああ、俺は今年で6年目だ。仕事を変えたいと思う時もある。だが、もうこれ以外の商売できなくなっちまったな。射撃は？普通だ。人を撃ったことあるか？ない。じゃあぶっ放す時は俺に任せろ。外したことないぜ。シカゴのダディ・ハリーか。いや、そんな格好のいいもんじゃない。そうだな。言ってくれるよ。おい、おとり捜査の経験は？ない。そりゃそうだ。ど田舎じゃ無理な話だ。おとり捜査なんて必要ないだろう。ところでよ、女はどんなのが好みだ？金髪のグラマーがいる店があるんだけど、今から行ってみねえかい？どうだ、いいだろう。おい、もしかして女はダメなんじゃ？違う、そうじゃない。今夜は酒に付き合うだけだ。明日から捜査だ。遊びは事件を解決してから。説教されるのはごめんだぜ。結構いけるじゃねえか。酒に強いことだけが取り柄だ。ああ、じゃあ俺は帰る。なんだ、まだ飲んでないのも同然だ。そりゃないぞ、ハロルドさんよ。酒には自信があるんだろ？俺も飲むことにかけちゃ誰にも負けない。おい、勝負しようぜ。どっちが強いか。俺が負けたら捜査の頭あんたに任せてもいいんだぜ。
酒は自分のペースで飲む。付き合いで飲みたくない。なんだ、そんな男だったのか。勝手に帰れ。もしもし、誰だ？シンディ・ホワイト。ええ、キャサリンのいとこの。あなたがシカゴに来るのを待ってたわ。待っていた？そう、キャサリンの容疑を晴らしてくれる人が警察の捜査に加わってくれることを。君はキャサリンが殺されたと？もちろんよ。キャサリンがアンジーという高校生を殺すはずなどないわ。ハロルドさん、真犯人を見つけてくれるわね。どうかキャサリンの容疑を晴らして。もちろんだ。しかしなぜ俺がここにいると？リバティタウンのテイラー部長が連絡をくれたの。 JB がシカゴに行くから捜査に協力してくれってね。そうか。実はちょっと気になることがあるのよ。気になること？事件の前にキャサリンと食事をしたの。彼女と会ったのは半年ぶりだったけれど、なんだかおかしかったの。どういうことだ？いつもの彼女じゃなかったわ。顔色も悪いし食欲もなかった。何を話しても上の空で。それに、あ、ちょっと待って。今友達が来てるのよ。ねえ、よかったら明日にでも話の続きができないかしら。ゆっくり話したいわ。わかった。じゃあ明日の午後、リバーノースの私のクリニックに来てくれるかしら。よしに、待ってるわ。こんな言葉を知ってる？心の中に愛を持って思い出される限り決して死にはしない。ねえ JB、 もし私が死んでもあなたの心の中で生きていけるかしら。